阪急宝塚本線。宝塚本線は、大阪府大阪市北区の梅田駅から、兵庫県宝塚市の宝塚駅までを結ぶ、阪急電鉄の鉄道路線。宝塚本線自体を指して、またはその支線である、美濃線を含めて、通称宝塚と呼ばれる。ラインカラーは、美濃の紅葉からオレンジ。神戸本線及び、京都本線と並ぶ。 阪急電鉄の基幹路線の一つであり、支線である、美濃線とともに、現在の阪急電鉄の開業以来の路線でもある。神戸本線及びその支線と合わせて、新宝線と総称されることもある。大阪随一の繁華街、梅田、北と阪神間を代表する住宅都市で、かつ、宝塚歌劇団の本拠地である宝塚とを結ぶ路線であり、全区間にわたり、 西日本旅客鉄道、JR 西日本福知山線、JR 宝塚線の東側ないし、北側を通るほか、国道176号、野世街道も全区間ほぼ同じルートを通っている。沿線は、市街地や住宅地が続いており、北雪、豊の地域、阪神北地域から大阪への通勤、通学路線となっている。三国駅付近、ソネ駅と夜中駅間、 石橋駅、川西の瀬口駅間、宝塚駅付近は高架化されている。梅田駅、宝塚駅間には普通のほか、ほぼ終日にわたって急行が運転されている。このほか、平日朝には、通勤特急、準急、そして朝夕には、梅田駅の世電鉄、日生中央駅間を直通運転している特急、日エクスプレスが運転されている。また、お盆、 年末で土曜、休日ダイヤにて運転する平日の朝ラッシュ時は、上りのみ一部ダイヤを修正した上で休行を増発するなど、柔軟なダイヤ編成を行っている。ダイヤ面では、戦後の昭和20年代から長い間、昼間15分間隔、梅田駅宝塚駅間の休行、梅田駅宝塚駅間の普通、梅田駅池田駅間の普通が、各一本ずつのダイヤが続いた。 当時は、車庫が、池田駅あった。平井車庫を建設し、池田駅から車庫を移転した上で、池田駅高架加工時中には、当駅の折り返し線が、使えなかったため、池田駅発着の普通を暫定的に、ひばりが丘花屋敷駅まで延長するなどの変は、あったが、基本的には30年以上にわたって、昼間はほぼ同じパターンのダイヤで運転されてきた。これは、並行する日本国有鉄道。 国鉄福知山線、当時が都市均衡輸送をほとんど考慮しないダイヤであり、神戸本線や京都本線のような競争にさらされることがなかったことも一因とされる。しかし1981年、昭和56年、福知山線の天ヶ崎駅宝塚駅間が電化、さらに1986年、昭和61年11月1日には、 福知山線の全線電化が完成し、この日のダイヤ改正より、昼間20分間隔で電車が走り出と、宝塚線も、国鉄との競争に直面するようになった。このため1986年、昭和61年12月には、白紙ダイヤ改正が実施され、昼間10分間隔運転、梅田駅宝塚駅間の急行、梅田駅ひばりが丘花屋敷駅間の普通と、 梅田駅池田駅間の普通を交互に運転として急行を大増発するとともに豊中駅に新規停車させるなど福知山線を意識したダイヤとなったその後は現在に至るまで並行する福知山線1988年に JR 宝塚線の愛称がつくを強く意識したダイヤを構築している昼間の速達列車の10分間隔運転という スタイルは1986年、昭和61年以来、基本的に変わりはないが、近年は、輸送形態や社会情勢の変化などにより、口述の通り、速達系列車の内容を変更する改正を、頻繁に行うようになっている。以下に、種別ごとの詳細を示す。現行の停車駅は、駅一覧を参照。宝塚本線最速達種別で、 通常は平日ダイヤのみに設定されている。朝ラッシュ時に日清中央発梅田行きが、夕ラッシュ時に梅田発日清中央行きが、それぞれ7本ずつ運行される。朝ラッシュ時は約16から17分間隔、夕方ラッシュ時は20分間隔の運転である。なお、2009年春以降は、春、秋の降落期の特定の土曜、日曜、祝日にも、 臨時列車として運転されている、基本は午前日清中央発梅田駅2本のみ。阪急線内での停車駅は13駅、石橋駅、池田駅、川西の瀬口駅である。車両は線形線 1F1003F1004F1006F1009F10012F113F115F。F 8000K8004F8005F8006F8007F と 6000K6005F6008F6011F の瀬電鉄 6000K6002F8 連の低運用である。1997年11月改正で運転を開始した。開始当初は平日3往復のみであったが2003年8月改正から平日7往復になった。 またこの改正より、池田駅が停車駅に加わっている。2015年3月改正で、川西の瀬口発の通勤特急が新設されたため、運行開始以来実施されていた川西の瀬口駅での増結作業を、8両10両は廃止され、乗せ電鉄内停車駅からの所要時間が短縮された。2015年3月21日のダイヤ改正で、復活した種別。 この改正以前の通勤急行から事実上の種別変更で、川西の瀬口駅梅田駅間の途中停車駅は、池田駅、石橋駅、豊中駅、十三駅である。平日朝ラッシュ時に、川西の瀬口発梅田駅を6本、15から17分、間隔運転し、梅田発の設定はない。編成は重量編成で最後部、宝塚方の車両には、宝塚本線では、 初の女性専用車両を設定している。なお、2000年6月から2003年8月までにも、通勤特急が設定されていた。この初代の通勤特急は、宝塚発梅田駅が片道2本のみ、運転されていて、途中の停車駅はひばりが丘花屋敷駅、川西の瀬口駅、池田、石橋駅、13駅であった。終日運行されている。 基本的に、梅田駅宝塚駅間で運転されるが、平日夕方以降には、梅田発ひばりが丘花屋敷駅が設定されている。停車駅は13駅と豊中駅から、宝塚駅の各駅である。日中は、梅田駅ひばりが丘花屋敷駅間の普通列車と、ひばりが丘花屋敷駅で接続する以外を追い越すことはなく、基本的には上下線ともに先行逃げ切りで、運転される。 宝塚線の優等列車としては、最も古く、1932年10月に、登場した。かつては13駅石橋駅間無停車で、豊中駅と蛍ヶ池駅は通過していた、石橋駅宝塚駅間は、各駅停車。1986年12月改正で、豊中駅に平日ラッシュ時の一部を除き急行が、停車するようになり、 1997年11月改正で、豊中駅にすべての急行が2003年8月改正で、ホタル外景駅に急行が停車するようになった。2003年8月改正で当時設定されていた特急、快速急行に置き換えられていたこともあるが、2006年10月28日のダイヤ改正から昼間の運転が復活している。宝塚本線の急行で、 梅田駅宝塚駅間を利用する場合、実際には梅田駅から神戸本線の特急に乗車し、西宮北口駅で今津線に乗り換える経路よりも多少時間がかかるため、今津線経由で行く場合の方が、宝塚駅に先着できる。ただし、皇術の宝塚発今津線経由、梅田駅の準急を除いて、西宮北口駅での乗り換えが伴うため、 上り降りを含めた移動が強いられる。接続時間も含めると日中の場合の所要時間差は、梅田駅宝塚駅が1分差、宝塚本線経由33分、神戸本線、今津線経由32分、宝塚駅梅田駅が2分差、宝塚本線経由34分、今津線、神戸本線経由32分と大差はなくなる。なお、 宝塚本線が混雑し全般的に利用が集中する平日朝ラッシュ時上りについては、宝塚駅から今津線、神戸本線経由で、梅田駅の準急列車が別途運行されている。詳細は今津線、神戸本線を3。門戸薬人駅北は各駅停車のために、梅田駅宝塚駅間の速達性は考慮されていないが、西宮北口駅には停車せず、 宝塚本線の急行より数分所要時間が短い。平日の朝ら主時に宝塚発梅田駅を運転している。梅田駅のすべての列車が終点まで先着する。途中停車駅は、その駅までの各駅と十三駅、中津駅である。かつては、現在の急行の停車駅と三国に停車し、基本的に未納線直通列車を中心に運転されており、 一部の列車がひばりが岡花屋敷駅まで運転されていた。1997年11月改正で通勤準急運行開始と変わる形で一旦運行休止されたが2000年6月改正で復活した。この改正では宝塚駅まで運転されるようになり、三国駅は通過となった現在の急行の停車駅と同じ。当時の急行とは ホタル外景駅に停車するか否かの違いのみであった。2003年8月改正で、未納線直通列車が廃止され、岡町駅、曽根駅、中津駅に停車するようになったが、2015年3月21日のダイヤ改正で、通勤準急が、準急に統合されたことに伴い、未納線直通の準急と、日張りが岡花屋敷駅が新設され、下り列車が復活したが、 2018年7月の改正でこれらの列車が全廃となり、再び宝塚発梅田駅のみの運行となった。1980年代初頭までは、春、秋の行落期の日曜、祝日には、未納線直通の臨時準急が運転されていた。正面に掲げるプレートには、春には桜、秋にはもみじのイラストが描かれていた。梅田駅07分。 二十二分、三十七分、五十二分発、臨時特急と同様。各駅に停車する種別で、日中を中心に、梅田駅ひばりが丘花屋敷駅間で終日、運転される。早朝、深夜には、梅田駅宝塚駅間、深夜は、梅田駅のみ、平日朝ラッシュには、美濃発梅田駅の列車が日本朝、夕ラッシュ時には、梅田駅池田駅、豊中駅、 川西の瀬口駅間の各区間運転の列車、また深夜には、宝塚発、川西の瀬口、池田駅も設定されている。平日の昼間と土曜、休日は1時間に6本の運転されている。平日のラッシュ時以外は、後続の急行よりも終点まで先着する。かつては、ソネ駅梅田駅間の区間列車もあった。前節の通り急行が、 と、夜中駅宝塚駅間で各駅に停車するため、ひばりが丘花屋敷駅宝塚駅間は朝、深夜を除いて運転されない。JR が国鉄であった時代には、宝塚本線には定期運転の特急は設定されてこなかった。国鉄時代の福知山線は、本数、運賃、車両の面で阪急に劣っていたため、同じ梅田駅。 大阪駅宝塚駅間を結んではいながら、競合が成立するライバルとは言えず、同区間の輸送は、半球の一人勝ち状態が続いており、福知山線の歴史も、参照、定期運転の特急を、あえて設定する必要はなかったからである。1980年代半ばまでの宝塚本線は、日中は、梅田駅宝塚駅間の急行と普通、梅田駅池田駅間、後に、 ひばりが丘花屋敷駅まで延長の普通それぞれ15分間隔で運転されていた程度であった。しかし、1986年に福知山線が全線電化とともに本数が増発され、利便性が大幅に向上したことから、阪急側もこれに対抗するため1986年12月のダイヤ改正から日中の休行を10分間隔に変更、増発して対処した。 福知山線は JR となって以降、さらなる増発と快速列車の運転開始、新型車両の投入などで快適性が向上したため、大きく変わり、昼間と区割り切符の設定や、阪急側の運賃値上げにいる、運賃格差の修練もあり、阪急側は劣勢に立たされ続けた。このため、さらなる抜本的な対策を取る必要が生じた。1995年に初めて、 梅田駅宝塚駅間で平日のみであるが定期運転の特急が設定された途中停車駅13石橋川西の瀬口朝の列車のみ全区間で重量編成で運転その後1997年のダイヤ改正でひばりが岡花屋敷駅を停車駅に追加して重量運転区間を急行と同様に同駅で増結して同駅から梅田駅までに変更 2000年のダイヤ改正で、停車駅を13駅、豊中駅、石橋駅、池田駅、川西の瀬口駅、山本駅として、データイムにも設定して、増発、実際は、特急と急行を20分間隔で交互に運転。ただし、梅田駅宝塚駅間と梅田駅ひばりが丘、花屋敷駅間の普通を20分間隔で交互に運転することで、 梅田駅宝塚駅間の日中は、毎時9本に増発し、梅田駅宝塚駅間を降り最速で29分50秒、標定速度時速 9.3km、上り最速30分30秒、標定速度時速 48.2km で結び、ラッシュ時には途中、ひばりが岡花屋敷駅、川岸の瀬口駅、池田駅、石橋駅、十三駅に停車する通勤特急が、 梅田駅のみ運転されるようになった。しかし、特急を設定したにもかかわらず線形の悪さによる影響から大したスピードアップを図ることはできなかった。当時、JR の普通列車が大阪駅宝塚駅間を29分で結んでいたのに対し、阪急は列車駅を3駅にまで絞っても梅田駅、宝塚駅間の所要時間は30分を切ることができず、 所要時間の面で工陣を廃する状態が続いていた。さらには、大阪モノレールとの接続による、大阪国際空港、伊丹空港へのアクセス改善の必要性も高まったため、2003年8月のダイヤ改正で特急の運行を休止し、ホタルガイケ駅とヒバリガオカハナヤシ駅を停車駅に加えた、快速急行に格下げされた、以後、日清エクスプレスを除いて、 特急は運転されていない。特急の運行休止と合わせて、日中の休行も、快速休行に、格上げ、統合されたため、この時点で、梅田駅宝塚駅間の快速休行と普通の、運転で、同区間の日中は、毎時12本と、福知山線をしのぐ本数となった。だが、その快速休行も夜中駅、山本駅が、各駅停車であり、 速達効果も薄かったことから2006年10月のダイヤ改正で運行休止となった。結果的に11年を経て1995年以前の運転体系に戻ったことになる。これは宝塚本線にはカーブが多い上に池田駅付近で北に迂回しており梅田駅13駅宝塚駅間を移動する際に宝塚本線のみを利用する場合と神戸本線 今ず、北線を乗り継ぐ場合とで小時間が、それほど変わらないことに起因するとされる。この区間では、上り、下りともに、多くの時間帯で、先に発車する列車が先に終点に到着する、状態となっており、特に平日の朝夕の時間帯に至っては、宝塚線の列車の遅れが慢性化していることもあり、神戸本線と言まず、北線を経由する方が先に終点に到着できる、場合が多い。 2009年現在の標準的な日中ダイヤにおいては、梅田駅宝塚駅間では1分、宝塚駅梅田駅間は3分、神戸本線、今津、北線経由の方が、宝塚本線経由よりも所要時間が短い。2015年3月21日のダイヤ改正で、平日朝ラッシュ時間帯に、川西の瀬口発梅田駅の通勤特急を新設し、最後部、 宝塚方の車両に女性専用車両を設定すると発表された。2003年まで、正月三が日,日、暦の関係で1月4日ないし5日までの年も、あったに限り、初詣特急と名付けられた臨時特急、停車駅、13、石橋、川西の瀬口、中山、現在の中山観音、清志工人が運転されていた。この臨時特急は、 定期の急行の種別変更ではなく増発であり、10時台から15時台に20分間隔で運転された。この臨時特急には1981年まで初詣でないし、初詣特急と書かれない特製ヘッドマークが掲げられていたが、1982年からは各運転日共通の臨時特急の表示板に変更された。同時期に三福参り、中山寺、 清洲工人清澄寺、門戸役人東高寺の三次院初詣で記念品、引換え券付き一日乗車券を販売していることから運行していた。正月三日日以外にも、1990年代までは、春、秋の降落期の日曜、祝日にも臨時ダイヤが組まれており、午前と夕方のみ臨時特急、停車駅、13、石橋、川西の瀬口、一部は、 川西の瀬口駅始発が増発された20分間隔で運転。15分間隔ダイヤ時代は梅田駅07分、22分、37分、52分発だった。この臨時特急にも1981年の2月まで春のないし秋の と書かれた丸い特製ヘッドマークが掲げられていたが、初詣臨時特急と同様に1981年の3月以降は、各運転日共通の臨時特急の表示に変更された。アステ川西、川西阪急開業や、福知山線の快速が川西池田駅に停車することに伴い、1989年春の行楽期から川西の瀬口駅にも停車するようになった。 2009年4月18日から2015年5月6日まで、春、秋の行落期の土曜、休日に限り、臨時日清エクスプレスが運行された、晩年は、梅田駅のみ、詳細は、当該項目を参照。2003年8月30日のダイヤ改正で新設。昼間時間帯の1 0分間隔で、梅田駅宝塚駅間で運転されていた。停車駅は、梅田駅、 十三駅、豊中駅、蛍ヶ池駅、石橋駅、池田駅、川西の瀬口駅、ひばりが丘花屋駅、山本駅、宝塚駅で改正前の特急停車駅に、蛍ヶ池駅、ひばりが丘花屋敷駅を追加したものである。宝塚駅では、快速急行、普通とも今津線との乗り換え利便を考慮して、すべて4号線に発着させていたため、 宝塚駅到着後はわずか2分で折り返していた。2006年10月28日のダイヤ改正で運行中止となった。1997年11月改正で運転を開始。平日の朝ラッシュ時のみに宝塚駅梅田駅間で運行されていた。運転開始当時は宝塚駅、服部駅、現在の服部天神駅間の各駅と13駅。 梅田駅に停車していた。2000年6月改正で一旦運行休止、2003年8月改正で復活した。復活した際の停車駅は、宝塚駅石橋駅間の各駅と豊中駅、13駅梅田駅で、急行と違い大阪モノレール乗り換え駅である、ホタルガイケ駅には停車なかった。これは、ホタルガイケ駅は、 ホーム有効長が8両編成分しかないためであり、梅田駅のうち4本、うち1本は、川西の瀬口始発と宝塚方面駅は10両編成で、運転され、ひばりが丘花屋敷駅で増結、開放が行われていた。1997年11月改正から2000年6月改正までの間は、通勤準急と合わせて、宝塚本線の全駅に有頭列車が停車していた。 2015年3月20日のダイヤ改正で運行中止となり、運行区間を川西の瀬口駅梅田駅間の片道に短縮した上で、通勤特急に名称を変更した。1997年11月改正で運転を開始。梅田駅美濃線美濃駅間での運転で、平日の朝ラッシュ時のみ運行され、宝塚線内の停車駅は急行と同じであり、 実質的には、美濃方面への急行運転と言えた。運転開始当時は、宝塚駅、美濃駅と夜中駅間の各駅と庄内駅、梅田駅間の各駅に停車した。2000年6月改正で、準急復活に変わる形で一旦運行休止になったが、2003年8月改正で復活した。2015年3月20日のダイヤ改正で、運行中止となり、準急に、 名称変更の上、新たに、岡町、曽根、中津の各駅にも停車するようになった。美濃線を含め、すべて、平井社古所属の車両である。阪急電鉄のルーツというべき路線である。JR 福知山線の前身で、天ヶ崎を起点とし福知山、舞鶴方面への鉄道路線を営業していた、半角鉄道の大阪直接乗り入れ計画を、 同社国有化の際に引き継いだ美濃有馬電気機動が1910年に梅田駅宝塚駅間を開業させたのが始まりである。当初はその名の通り宝塚からさらに精神し有馬温泉のある神戸北港の有馬まで伏せする計画だったが宿泊客の減少を恐れた有馬温泉の旅館業者から反対を受けたことや宝塚有馬は六甲山系の起伏のある地形であり、 建設コストもかかることから1913年に断念している。開業当初、阪神本線や京阪本線のように二大都市間を結んでいるわけでも沿線に大きい都市があるわけでもない。この路線は畑以外何もないようなところを走ることから、ミミズ電車と日に暮られ採算性に疑問の声も多かった。しかし、同社の専務、実質の会社代表で、後に社長となるであった。 小林十三は、路線が開業するや、稲や、沿線開発を積極的に推し進め、住宅地や、遊楽施設を作り上げて、乗客獲得に成功する。これは、日本の私鉄経営モデルの模範となった。なお、神戸本線が1920年に開業した後は、しばらく乗客数が低迷した同線の方へ車の重点が置かれるようになり、同線の中古車が、 宝塚線に回されたりすることもあった。優等列車の運転も神戸本線より2年遅れて実施されている。さらに、梅田駅13駅間では、宝塚本線と神戸本線の運賃が1942年まで異なっていた神戸本線の方が数千高く、基本的に同区間の移動では宝塚本線を使う必要があった。また、 池田駅以性の利用客は長らく少なく、平井駅、後に山本駅へ統合して廃止、山本駅、目婦神社駅などといった駅のプラットフォームは2両編成が停車する分の長さしかなく、3両編成の電車は通過していた。さらに2両編成の場合でも、車掌に対して降りる旨を伝えておかないと通過することがあったという。1932年。 昭和7年より、宝塚本線にも急行が設定されるようになった、所要時間35分。数年後にはわずかながら所要時間を短縮し、最新鋭の320系電車を投入するなどの、積極策に出ている。これは、阪神の系列の阪神国道自動車、坂国バス、現在の阪神バスが、大阪宝塚間に直通バスを走らせたことに、対抗するものであったとされる。 宝塚本線にとって競争らしい競争は、この後、国鉄福知山線の電化まではなかった。ただし、坂国バスには半球も出資していた。戦中には、軍需輸送などで乗客数が急増し、五両編成の運転も開始された。しかし戦後にはさらに急増する、沿線人口に輸送力の増強が追いつかず、250%を超える。 殺人的な混雑に悩まされることになった。乗客の不満は大きく、1956年2月2日には、車両故障を断所とした暴動が発生するまでに、至った、省内事件。このため、戦前からある、伊丹線の延伸計画や、後日の新線計画など、バイパス路線の伊て構想がいくつか持ち上がった。しかし、これらが実現することはなく、 カーブの改良と車両の大型化、長編成化で乗り切った。1982年、昭和57年、阪急で最初の重量編成運転を行ったのも、宝塚線であった。国鉄福知山線が、複線電化され、民営化して輸送力を大幅につけてからは、ライバルとして、しのぎを削ることになる。宝塚本線では、 正月の発毛で輸送で臨時に運転されるものを除いては特急の設定がなかったが1995年に十三駅、石橋駅、川西野瀬口駅に停車する特急が梅田駅宝塚駅間で運転開始された。平日ラッシュ時間帯に4本、超、上り2本、優、下り2本設定された。百九十七年には、野瀬電鉄に直通運転する特急、 日清エクスプレスが新設された。その代わり本線特急は、平日2本、超、上り2本に減便されている。列車は8、重量編成で運転されている。2000年、三国駅、豊中駅付近の高架化が完成したことを機に、行われたダイヤ改正では、最高速度も時速 100km に引き上げられ、特急の運転時間帯が、全日の昼間に拡大された。 停車駅に、豊中、池田、山本を追加し、20分間隔で急行との交互での運行となった。また、昼間の普通は、梅田駅宝塚駅内市ひばりが丘、花屋敷駅間の交互での運行となり、日中の梅田駅宝塚駅間は1時間に9本へと増発された。このほか梅田駅宝塚駅間で13駅、 石橋駅ひばりが丘花屋敷駅間の全駅に停車する通勤特急を平日朝のラッシュ時間帯に登り2本運行開始した。2003年のダイヤ改正では本線特急と通勤特急が廃止され、急行を通勤急行に、準急を通勤準急に解消し、朝ラッシュ時のみの運転に変更された。特急日清エクスプレスは停車駅に池田駅が追加された。 13駅、豊中駅山本駅間の全駅に停車する、快速急行、改正前の特急停車駅に、ホタル駅、ひばりが岡花屋敷駅を追加、旧急,急行の通勤急行の停車駅に、ホタル駅を追加した急行、改正前の準急と停車駅同じ、停車駅に、中津駅、曽根駅、岡町駅を追加して、中津駅、13駅、 ソネ駅宝塚駅間の全駅に停車する準急を、それぞれ、梅田駅宝塚駅間で運転開始した。また、日中の普通は全列車が、梅田駅宝塚駅間の運転となり、宝塚駅発着の列車は1時間に12本に増発された。2006年のダイヤ改正では、快速急行の運転が中止され、平日朝ラ主時以外は、現在も続けられている。 10分、内市12分間隔で、梅田駅宝塚駅間の急行と梅田駅、ひばりが丘花屋敷駅間の普通を運行するダイヤに改められた。結果的には、1995年ダイヤ改正直前に近い運転体系となっている。この改正では、宝塚駅における、今津線との同一ホームの継ぎ時間帯の拡大や、川岸の瀬口駅における、 のせ電鉄妙検線との接続改善も行われた。2010年には、宝塚本線でも従来の連続速度調査式、自動列車停止装置、ATS を改良したパターン ATS を2006年の神戸線、2009年の京都線に続いて使用を開始。しかし、他線とは違い保安度向上が目的のため、 ダイヤ改正や変更を行う計画は2015年3月まではなかった。2015年3月には8年半ぶりとなるダイヤ改正が行われた。特急、ニッセエクスプレスの川西の瀬口駅、梅田駅間での重量運転の中止や、宝塚本線では初となる女性専用車両の設定、平日朝ラッシュ時の種別変更などが行われ、通勤休校、 通勤準急が廃止され、通勤特急の種別が12年ぶりに復活した。2018年7月のダイヤ改正では、梅田発の未納線直通が中止され、平日朝の未納発の梅田直通列車は普通列車2本のみ、存続、通勤特急が増発となるほか、土曜日、日曜日の夕方以降の運行間隔が12分ヘッドとなっている。終戦直後、 13駅と夜中駅間の輸送力増強のため、神戸本線神崎川駅、ソネ駅間に新線を建設して、宝塚線の急行線とすることが計画され、1948年4月19日に神崎川駅、ソネ駅間 4.0km の軌道事業特許を取得した。しかし、1960年代に千里山線、現在の千里線を延伸して、 未納線と連絡する方針に転換し、急行新線建設の計画は中止された。ただし、この新しい計画も、千里山線、南千里駅と未納線、桜井駅の連絡についても双方を最短距離で、結びたい阪急と千里ニュータウン北部、現在の北千里駅の交通不便を解消したい、大阪府側の思惑が一致せず実現しなかった。 1970年代に梅田と大阪国際空港とを結ぶ空港線が計画され、神崎川駅、ソネ駅間の軌道特許をそれに活かすことも検討されたが、空港線の計画は中止された。同線の軌道特許は廃止されずに保持されたままであったが、2005年2月23日に阪急が工事試行認可申請を取り下げ、軌道特許が執行した。 2017年9月1日、阪急電鉄は宝塚線のソネ駅から分岐して大阪国際空港への新線を検討していると報じられた。駅名は廃止時のもの。2017年、通年平均の乗降客数は次の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。